2300万回再生を超えたボンの MV。なぜこの曲が全世代を魅了するのか戸部所属アーティストが音楽シーンを席巻。新生たちの快進撃を見逃すな。ボンという楽曲が初めてリリースされた瞬間を思い出す。おそらく、これまで平凡な毎日になれた多くの人々が、この楽曲の登場によって日常が一瞬で払拭され、高揚感に包まれたのではないだろうか。 ナンバーアンダーラインアイは、平野翔、神宮寺ゆ太、岸優太の3人による音楽ユニットであり、その最新アルバムのリード曲として、ボンが今まさに音楽シーンを席巻している。5月27日に公開されたこの楽曲のミュージックビデオは、すでに2000万回以上の再生回数を記録しており、その勢いは止まる気配がない。ボンという楽曲の魅力は、その独特な世界観とダンスパフォーマンスにある。 この曲のプロデュースを担当した平野翔は、盆栽からインスピレーションを受けて楽曲を制作したと言われている。盆栽とは、浅く小ぶりな盆に木を植えて自然風景の雄大さや美しさを表現するものであり、現代の流行と伝統が交錯する斬新なコンセプトがここに見て取れる。歌詞の中で象徴的なフレーズ、盆は、まさに盆栽そのものを指しており、 自然の雄大さを小さな盆栽という制限の中で表現するかのように、ナンバーアンダーライン愛の活動そのものが縮図として描かれている。IMP の新曲、ニンニンジャックもまた注目すべき存在である。この楽曲は5月29日にリリースされた初のフルアルバム、デパーチャーのリード曲であり、IMP がトベに移籍して初めて発表した楽曲である。 楽曲のイントロはファンファーレのような力強いサウンドから始まり、サビに向かうにつれて儚くも凛とした雰囲気が漂う。特にサビ部分では、忍者のような静けさと律するような力強さが融合し、聴く者を魅了する。7人のメンバー全員の声が調和し、まさに奇跡のグループと言っても過言ではない。米津玄師の新曲、毎日も話題となっている。この楽曲は、 日本コカ・コーラの商品、ジョージアとのタイアップソングである。この楽曲のミュージックビデオはワンカットで撮影され、視聴者に現代人の苦悩や生きる上でのもどかしさがポップに描かれている。米津玄師氏の毎日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 僕は僕なりに頑張ってきたのに、という歌い出しは多くの人々の日常の姿を反映し、視聴者からは圧倒的な共感を呼んでいる。 ポップでありながら深いメッセージ性を持ち、現代人の心情に対する温かい応援ソングとして、多くの人々の心に響いているのである。IMP の楽曲、ニンニンジャックのリリースに伴い、ファンから寄せられたコメントも多岐にわたる。おいっ子がこの曲好きで、忍者来る妖忍者来る妖忍者来た、と王はシャギしています、といった声や、七人の声が全員魅力的とか奇跡のグループだと思ってる。 といった賞賛が寄せられている。また、テレビを見てきた50代覚えやすい曲で気に入ってます先輩たちと一緒に世界で頑張ってください。応援しています。といったコメントからもわかるように、幅広い世代において愛されている楽曲であることが伺える。米津玄師の毎日に対する視聴者の反応もまた非常に興味深い。ポップコーン食べたら爆発したり、物投げたら何倍にもなって帰ってきたり。 やっと一日が終わったと思ったら顔面にパイ投げられてるの何やってもうまくいかねえって感じで好きすぎるといったコメントや毎日って結構ドラマだというテーマを変えずに全く違う曲を書くことに苦労して自暴自棄になって毎日毎日何やってるんだろう俺は結構頑張ってるつもりなんだけどなとふと感じてこれを曲にすればいいやと思ってできたのがこの曲らしい才能の塊すぎて怖すぎる という声もある。また、新社会人や新大学生、新高校生からは、5月も過ぎ、4月頃に抱いてた希望も薄れてきだんだん行くのが辛くなってきたこの時期に毎日の、憂鬱さを蹴っ飛ばしてくれるような曲調や、歌詞いつも米津用に吸われている、と感謝の声も多く寄せられている。戸部所属のアーティストたちは、それぞれ独自の魅力とコンセプトで、音楽シーンに新しい風を吹き込んでいる。 ナンバーアンダーラインア I のボンは、伝統と現代性の融合を絶妙に表現し、IMP のニンニンジャックは力強さと儚さを兼ね備えた楽曲で視聴者を虜にする。そして米津玄師氏の毎日は、現代人の苦悩と希望を描き出し、多くの人々の共感を呼んでいる。これからも飛べ所属のアーティストたちがどのような新しい作品を生み出し、どのように音楽シーンを変革していくのか、 非常に楽しみである。彼らの楽曲が私たちの日常にどのような影響を与えるのか、その未来に期待を寄せずにはいられない。あなたは、どの楽曲が最も心に響きましたかまた、今後、戸部所属のアーティストたちに期待することは何ですかぜひ、あなたの感想や意見を教えてください。それが新しい音楽の未来を共に作り上げる一歩となることでしょう。さて、 戸部所属のアーティストたちが私たちの日常や感情にどのように影響を及ぼし、音楽シーンをどのように変えるのかについてさらに考えてみましょう。ナンバーアンダーライン愛のボンに触れた瞬間、私たちはまるで盆栽のように内面から成長し、繊細さと強さを兼ね備えている自分自身を再発見するかのような気持ちになります。盆栽の美しさが小さな空間に凝縮されているように、この楽曲もまた、 シンプルながらも深いメッセージと感情を抱えています。IMP のニンニンジャックについては、そのダイナミックな楽曲構成と洗練されたダンスパフォーマンスが、聴くものを瞬時に引き込む力を持っています。楽曲のイントロからサビにかけての展開は、まるで忍者が静かに、しかし確実に目標に向かって進む姿を彷彿とさせます。この曲がリリースされた後、SNS や YouTube のコメント欄には、 様々な世代からの感動の声が溢れ、IMP の魅力がいかに多くの人々に届いているかがよくわかります。一方で、米津玄師の毎日は、現代社会のストレスやプレッシャーを和らげるためのサウンドトラックとも言えるでしょう。明るいメロディーとは裏腹に、歌詞には多くの共感を呼ぶ現代人の感情が織り混ぜられており、そのギャップが聴く者の,の心に深く刺さるのです。この楽曲を聴くことで、 自分たちもまた頑張り続ける日常に対して肯定的な視点を持つことができるのではないかと感じます。これらのアーティストたちはそれぞれの楽曲を通じて異なるメッセージや感情を伝えていますが共通しているのはその音楽が持つ圧倒的な力です。音楽は単なるエンターテインメントにとどまらず私たちの心に寄り添い時には励まし、時には癒しを与えてくれます。 トベ所属のアーティストたちは、その力を最大限に活用し、私たちに新しい音楽体験を提供しています。今後、トベ所属のアーティストたちはどのような進化を遂げるのでしょうか。新しい楽曲やコラボレーション、さらにはライブパフォーマンスなど、彼らの活動には注目が集まります。若手アーティストとしてのアイデンティティを確立しながらも、新しい音楽の形を模索し続ける姿は、 多くのファンにとって巨大なインスピレーションとなるでしょう。そして私たちリスナーもまた彼らの音楽によって日常にちょっとした魔法をかけられることを楽しみにしています。戸部所属のアーティストたちが奏でるメロディーとリリックがこれからも多くの人々の心を温め励ます存在であり続けることを願っています。最後にあなたに問いかけたいと思います。 音楽があなたの日常にどのような影響を与えているか考えたことがありますかどの曲があなたの心に最も響き、どのような瞬間にその音楽を思い出すのでしょうか音楽は私たちの人生の一部であり続けることでしょう。ぜひ、あなたの音楽体験や感じたことを共有してください。それが新しい音楽の未来を共に作り上げるための大切な一歩となるのです。